三菱 UFJ ファイナンシャルグループモルガン・スタンレーを通じてクレディ・スイスのアディショナル・ティア1・ンワン債券で損失を被った場合、保証を受けることができる可能性があります。日本の投資家は先月、スイスの銀行が突然売却された際に消却されたクレディ・スイスグループ AG の債券を約1400億円購入されてました。日本のクレディ・スイスのアディショナル・ティア1・ン債券保有者は、 壊滅的な損失をこっていまますクレディスイスイの81歳の保有者は何も得ることができません三菱 UFJ ファイナンシャルグループの顧客は、クレディスイスグループ AG の181債権により財務上の損失を被った可能性があります。三菱 UFJ ファイナンシャルグループの顧客は7億ドル以上の損失を被り、同行の三菱 UFJ ファイナンシャルグループモルガン・スタンレー、 MUFGMS を通じてこれらの債券を購入した可能性があります。AT1 債券で損失を出した場合、それ入れローグループに連絡し、経験豊富な証券弁護士に無料で相談することができます。それ入れローグループは過去に日本のクライアントの代理人として FINRA で成功を収めた実績があり、また日本語の通訳者が在籍しています。888 または弊社のウェブサイト www.securitieslawyer.com のクライアントホームにご記入し問い合わせることもできます。